の茶葉を探って面相でやいくね。うもんじ深さやよ茶の島で茶たちあいびいびゆんたんざん。ゆんたんざためたがはるかいんじりばしびちんぱでくにぐんぼりきとやびさくね。これまさんもどたにいなよいなよはいびいびゆんたんざん。やちめぐしくねとのぼてんちゃりばな。はい、さあ、イーグス幼虫がナビラインタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、10月の21日火曜日、旧暦のうちなぐゆみでは9月の28日ナトイビーム。さあ、火曜日になりましたね。今日はですね、ルチュンタンダジをお届けしていきたいなと思っておりますので、よろしくいたしくにげえさびら。はい、今日はね、まあ FM タンの方で78.6 っていうね、曲があるんですけども、その曲がですねリニューアルしまして、で新たにですね、まあ曲が、作られたっていうことをも記念してアルバムを、発表することとなりました。11月1日に発売されますのでね、今日はそのエピオンタンの、音楽をですね、全曲お届けしたいというふうに思いますので、お楽しみいただきたいなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。というわけでお送りしていきます、ユンタンジャ出番でした。今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根智春です。よろしくお逃げせろ。さあ、それで早速なんですけども、1曲お届けするナンバーです。アルバム 78.6 からお届けするのは、金沢が歌っておりますね、朝8時の時間時報前にですね、このフレーズが流れておりますので、聞き覚えのある方もいらっしゃると思います。お聴きください。金沢の曲でお届けする曲は FM 読谷モーニングです。どうぞ。静かに夜の帳広がる淡い光、次第に夜を染めて始まる新しい一日が小鳥の奏でるメロディ、優しい声で私を救い出して、遠い空見上げ、私の心はあなたのそばにいつも届けたい、素敵な一日をと同じ朝日あたりは動き始め、次第に朝の香り、時間はせわしく過ぎてゆく、色とりどりのメロディーさまよう心に優しいその手で私を連れて
お届けしましたのは今日のオープニングナンバー愛かなさで、FM ゆめたんモーニングという曲をねお届けさせていただきました。さて、ね、今日はユンタンジャ出番ですよ。ドゥチュユンタンジャということでお届けしてるわけなんですけどもね、まあ、外はいい天気でございますよね皆さん。はい、晴れ晴れ秋晴れという感じでございますけどもね。はい、真っ青の空がゆめたんさんざきみ上空広がっております。さて気になる天気なんですけどもね、今週ね、週末は読谷祭りということもありましてですね、第40回読谷祭りね、今年は1週間繰り上げしまして10月の下旬という風になったわけなんですけどもね、その週末気になる天気、土曜日ね、今回は金曜日からスタートしますよね。金曜日の降水確率 30%、 土曜日が 20%、 日曜日が 30% ということでございまして、お天気の方は晴れ時々曇りみたいな感じでね、3日間あるわけでございます。明日あたりちょっと一時雨っていうことなんですけども、まあ雨の心配はなさそうでございましてね、お天気はまあまあ気温の方も26度ということでございます。比較的落ち着いておりますから、今年はね、素晴らしい40回のゆみたん祭りになるんじゃないかなと思います。もちろん FM ともですね、生中継でお届けいたしますよ。ラジオとインターネットでね、ぜひお楽しみいただきたいと思います。そしてこの日にね、冒頭申し上げました FM たん 78.6 ね、FM たんテーマソングをすべて収録したコンピレーション CD 11月1日に発売開始されます。これは、11月1日は FM たんのね6周年開局6周年記念日ということでございまして、その記念してですね、行われます。ぜひよろしくお願いいたします。そして実はこの読谷祭り会場でこの 78.6MHz FM タンで、作られました、ついに完成、日本一人口の多い村読谷村の FM タンテーマ曲アルバム 78.6、 その名も 78.6、 はい、そのままですね。全11曲収録されまして、11月1日 CD 発売になりました。パチパチパチっていうことでございましてね。おそらく全国でね、その自局の自分たちの放送局の歌を集めたアルバムが発売されたのは初めてじゃないかな。俺が聞いてないだけかもしれないですけどね。まあ、初めてということにしておきたいぐらいですよね。はい。ぜひともね、お買い求めいただきたいと思います。FM タンモーニングね、先ほどお届けしました曲含めて11曲ね、間ジングルが2曲入っているわけなんですけどもね、はい、この曲を今日はね、全曲お届けしていきたいと思いますのでね、ぜひ欲しいという方は、はい、もうすでに昨日ユミタン村長のところにご報告を言ったらですね、村長の方からも、CD ご予約をいただきまして、じゃあ記念に俺が10枚買うよっていうこと言ってくれましたね。嬉しいですね。はい、そういう方々皆さんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、FM タンでも販売しておりますが、はい、これはですね Amazon でも販売することになりましたのでね、全国どちらでも、ご購入いただけるということでございます。ぜひお楽しみいただきたいと思います。ベニーモトキロールで全国にその名を轟かす日本一人口の多い村読谷村のコミュニティ放送局 FM タン、その開局6周年を記念してテーマソング集が完成。開局以来オンエアされ続け、すっかり読谷村民的愛称歌となった 78.6 の、直木屋をはじめ村内外から9組のアーティストたちが集結。読谷村出身ミュージシャンの千葉な辰巳の企画プロデュースによるロック、フォーク、ポップス、ラップ、ラテン調、民謡調など、バラエティ豊かな全11曲。みんなに愛されるレミタンソンの魅力と地域力再発見の一枚ということでございましてお届けしております。ぜひお楽しみいただきたいと思います。それではこの曲おなじみお聴きください。 78.6 しかもニューバージョン。
しておりますのはユンタンジャ出番ですよ。バックでお届けしておりますのは 78.6FM タンのテーマソングでニューバージョンでお届けしました。気づきました？新しい自治体ね、横田が入っておりましたね、はい、それではコマーシャルです。
お送りしておりますユンタンジャー出番ですよ。今日は11月1日、発売いたします。 FM タン 78.6 FM タンテーマソング集ね、本当にこうアルバムが発売されるって夢のような話なんですけどもね、今日お届けしている曲ね全部入っておりますので、ぜひね、お買い求めいただきたいと思います。1枚1000円、安いですね。はい、5枚買ったらですね5000円でお釣りが、来ない。はい、税込みですから、はい、よろしくお願いいたします。というわけでありましたね。はい、そうなんですよね、1万円出したら5000円お釣りが来ますよ、5枚買ったら、はい、そんなわけでございまして、 78.6 FM タンテーマソング集ね、先ほどの 78.6 気づきました。はい、ちらっとね語尾で申し上げましたけれども、読谷村は23、自治会があったものがですね、今年の4月1日横田自治会が増えまして、はい、横田の区長さん聞いてますか皆さん、横田の皆さん、はい、自治会が仲間入りしましたので、 FM タンもですね、入れましたよ。はい、24の自治会ね、ぜひ皆さん自治会活動もね、一生懸命頑張っていただきたいなと、よろしくお願いをしたいと思います。さて、この 78.6、FM タンのですね、関わってる皆さん方が本当に、この FM タンのために、ということで曲を作っていただきました。今回書き下ろしの曲もね、ございまして、まあ、先ほどお届けしました FM タンモーニング、これはかなさんの曲なんですけどもね、これはもうね、朝の8時の時報前に、ポチッと流れておりますね、この曲がフルコーラスで入ってるわけなんですけどもね。そして 78.6 直木屋の曲が、アレンジされまして、コーラスなどもね入りましてね、ちょいちょい テンションが高くなってきましたね。はい、そしてこの後お届けする曲がですね、私のパーソナリティでもありますソベポーポー。はい、いい歌歌うんだよな、もうあいつらね、もういい歌歌うんだけどね、まあいいやつだよ。はいはい、ぜひね、ソベポーポーの曲もね、またタイトルも面白い、彼女は FM 読みたんっていう、彼女は FM 読みたんね、これもね本当にね、もう悔しいけどいい歌なのよ、正直なところ。もうこれ書き下ろしでですね、今回初めて、この FM タンのために、このアルバムのために作った曲なんですけどもね、ソイポーポーの曲ね、聴いていただきたいと思います。そして、途中ジングル、聞き慣れたジングルが入ると思います。このジングルを聴いていただいて、その後、二原色の上地正さん、今ね、読谷の歌とかもね出したりしてますけどもね、午前9時からの読谷ラジオという番組でエンディングで使われております、曲名もそのもの、読谷ラジオね、この2曲を続けてお聴きいただきたいと思いますので、お楽しみください。 78.6 FM タンテーマソング週のアルバムの中からお届けいたします。スイポーポーで彼女は FM タン、続いてジングルを挟みまして、ウェイチマサシで読谷ラジオ、2曲続けてお聴きください。風を切り走る古い地
口の浜に日が沈む残波岬で恋をしてサンゴ畑に愛を生む人と人とをつなげるラジオ京都明日もつなぐ未来へ君も私もラジオラジオ お届けしましたのはアルバム 78.6 から植地正史読谷ラジオでした。
さあお届けしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日はドゥーチュユンタンジャなんですけどもね、11月1日に発売されます、FM タンテーマ曲アルバム 78.6 から、曲をお届けしております。この時間お届けします曲は、吉田真也で七八郎とともに七転び八起きの旅。お聴きください。一か八かの時もある、こればっかりはしょうがない。悲しい届けしましたのは吉田真也で、七八郎とともにです。続いて、お届けする曲もうおなじみになりましたかね、私とのパーソナリティね、同じくメンバーでもあります、清美さんが歌っておりますね、今この時を 78.6、 これはね最高にいい曲です。お聴きください。今を走らせラジオのチューンお気に入りの音流れる FM 読谷 78.6 いつもの笑い声疲れた心
仕上がれなくなっても坂を並べたあいつがいる心配なんかどこ吹く風明日のことは明日に任せ今この時を時を幸せに生きる。夕日に照らされた里をきび畑が輝いて心地よい風と流れる FM 読谷 78.5 ひとつひとつ灯る明かりがとてもとても暖かくて、あの頃口ずさんだあの歌FM 読谷 78.5 何がいいとか悪いとか行き先を見失っても坂を並べたあいつがいる心配なんかどこ吹く風明日のことは明日に任せ今この時を大事に生きる俺とあいつがいる限り明日は必ずやる時を幸せに生きる今この時を幸せに生きる。お届けしました曲は、清美で今この時 78.6。さあそして、CM までお届けしましょう。ちょっとケツ切れてしまう申し訳ない、山猫ブラザーズで紫のバラード、とても楽しい歌です。意味をよく理解しないといけないね。さあお楽しみください。どうぞ。7は七夕の7、8は八方斎の8、6は78.6 メガヘルツ。7は七福神の7、8は八百万の8、6は78.6 メガヘルツ。赤でもない青でもない紫のバラード、知ってもない街でもない紫のバラード。Imagine all the purple FM 読みたん。Imagine all the purple
七転八倒八は七転び八起き六は78.6 メガヘルツ7は七曲がりな僕8は八方美人な君6は78.6 メガヘルツ赤でもない青でもない紫のバラード知ってもない街でもない紫のバラードイマジンのデパーポー FM 読みたんイマジンのデパーポー FM 読みたん父にはロックは強すぎて母にはブルースじゃ渋すぎて僕にはジャズは難しいから君の言葉を紡いで紫のバラードが聞こえる赤でもない青でもない紫のバラード知ってもない街でもない紫のバラード朝には言葉が足りなくて昼には噂が多すぎて夜には涙がこぼれてくる紫のバラード Imagine all the purple FM 読みたん Imagine all the purple FM 読みたん六には78.6メガヘルツ山根くブラザーズで紫のバラードでした。Yo, 歌の始まり赤インコその歴史うねり交わり文化進行で現在進行この村の情報発信中富士宮の辻道から Everybody stay tuned 78.6 FM 読みたん
さあお送りしております新誕者出番ですよ。エンディングとなりまして、もう残り2曲となりましたね。11月1日に発売されます、FM タンテーマソングスアルバム、78.6 から今日はお届けしております。最後の2曲、これも書き下ろしの曲になりますね。我が、スタッフであります千葉田辰美がお届けします。つながる 78.6 お聴きください。つながる空と空つつうらうら、ロム全国各地で頑張ってるリスナー、届く言葉これは青春のメッセージ、大切に日々を過ごしてるかい。あの日あの時ラジオから聞こえた僕を動かす強い力、ひたむきにがむしゃらに前を向いて走る君にもこの歌送るよ。生命ボイス FM よりはつながるこの気持ち、僕らのレディオよ響け。晴れの日でも別れの時にもいつもこの歌聞こえたら笑顔になれるのだから、嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほど、ばっかりでもないけど生きていけば行くほど、人は知れば知るほど人は好きになるのよ。そんなベルにもな無駄なるほど大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。 7.8.6.7 よりなんつながるこの気持ち、僕らのレディオよ響け。晴れの日にも別れの時にもいつもこの音が聞こえたら笑顔になれるのだから、涙がこぼれた日も間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえてくるよ。始まってた僕らの未来、雨が降る日も晴れる日も歩いてゆこう。あなたと届けしました曲は、FM タンテーマソング集アルバム 78.6 からお届けしました。千葉なたつみでつながる空 78.6 ね、最高っすね、もうほんと鳥肌が立つんですけどね全曲ね。さあエンディング、今日お届けします曲もうおなじみでございます。これは、毎晩ですね、お届けしてるんですけどもね、ラジオで GO、 そしてチャブロックマックの皆さんで、78ロナイトです。波の満ち引き音よとわり、トワイライト沈む海辺をウォーキング、思いにふける火をつけるスモーキースローリー、スローリー、ウチナータイム心地いい風に吹かれロンリー、ロン広い宇宙の片隅寄せては返す波音のメロディー、メロディー、そんな時妙に聞きたくなる FM 読みたん素敵な夜に、ラジオでゴプラスチャブロック、客食されず食ダックデリバリーされよりザック、お待たせしました食サック、刺激欲しいならこっちジャンク、向こう側からこっちジャンプ、考えによっちゃ得策、ウェルカムトゥーザー極楽、
代が求めたビッグバン、今も時計の針はチークだ。今宵夜空の星たちとコラボレート、リズムを刻んでチープダンス。二日酔いで過ごす週末、よそ者受け付けぬ集落、そんな引け目潤す周波数、それは 78.6 メガヘルツ。さあいかがでしたでしょうか。1時間お届けしました、本日ユンタンジャ出番ですよは、11月1日に発売開始となります。FM タンのテーマソングをすべて収録したコンピレーション CD 78.6、新しいアルバム発売されます。ぜひね、新しいアルバムというか初めてのアルバムですね。はい、ぜひともねお買い求めいただきたいと思います。まあ、県内のね、そういうなんかある CD とか販売するところでも、売られるんじゃないかなみたいなね、そういうように今ね、頑張っておりますスタッフの方がね、Amazon で販売することは決定しましたので、ぜひね11月1日リリースですのでお買い求めいただきたいと思います。そして、フェンダンでは、来たる金曜日、10月の24日、はい、読谷祭りの、会場でね、サテライトスタジオ、ね、中継車を持っていってそこで放送するわけなんですけども、その中継車の方でも、発売先行発売となりますので、ぜひね、お買い求めいただきたいと思います。アルバム、1枚1000円というふうになっておりますのでね、お楽しみください。よろしくお願いいたします。ネットをご覧の皆さん方はね、欲しいという方は、Amazon でお買い求めいただきます。よろしくお願いいたします。ということでお送りしていきましたユンタンジャ出番ですよ。今日はですね、このアルバム入っておりますジングルも含めて11曲ね、お楽しみいただきましたでしょうか。ぜひね、この後もフェーターお楽しみいただきたいと思います。そしてこの後流れます、毎時56分の 78.6 も新しい曲で、リニアされた曲でね、お届けしておりますのでお楽しみください。皆さんお気づきになられてましたでしょうか。さあそれではインターンジャーでもですよ。また明日この時間にお見にかかりましょう。お相手は中曽根智晴でした。それではまた明日、さよなら。